どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、スナイパーっていうモッドになります。こちらのモッドはですね、新たに武器が追加されるモッドとなっております。タイトル通り、スナイパーという武器が追加されまして、制作者さんの手によってカスタマイズがされた先導の伝説効果がついたスナイパーライフルとなります。武器の入手場所としましては、ボルト111外側エレベーター付近のエレベーター制御室の入り口近くで武器の方が入手できるようになっております。で、詳細の方にも記載されているんですが、武器作業台での改造の方はできないようになっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、自分の場合はですね、クラフト系やチート系モッドが置いてある下に、ロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのような武器が追加されたか、ご紹介の方をしていきます。で、現在はですね、武器の入手場所となります、ボルト111外側エレベーター付近のところに来ております。いいわ。簡単なご紹介となりましたが、新たに制作者さんの手によってカスタマイズがされましたスナイパーライフルが追加されるモッドとなっております。伝説効果のついた強力なスナイパーライフルとなっておりますので、また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はスナイパーっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。